むち打ちそのものは例えば後ろからバンと外力が不意に落ちたりとか、まあ、例えば交通事故なんかでもそうなんですけれども、非常に自分で予期しない状態が起きた時に起こりやすい症状になります。むち打ちも一番起こりやすいのは首であったりとか腰であったりとか背中であったりとか、そういったところに起こりやすいんですけれども、交通事故の患者さんとかそういったものでいらっしゃる方っていうのが非常に多くて、そういった方を拝見していると、むち打ちだけじゃなくて基本的にはむち打ちによる吐き気だったりとか、頭の、まあ、頭痛ですね、頭痛ですとか、あとは気持ち悪さ、不快感、あとは体に力が出ないとか、そういった副症状が一番怖いと言えます。当院にいらしている方はそういった症状が非常に多く出るので、基本的に患部だけじゃなくてトータル的な体全体的なですねバランスを見て、その方の負担がかかっている部分、まあ歪んでいる部分を治療して、全体的な力が発揮されるような治療を行っています。またそれによって指導が必要な場合っていうのは、いろんなその方に合った指導をしていくことで、その症状また副症状を取るように努めています。当センターでは来院された方のお体をしっかりと拝見し、不調の根本原因を分析して治療および豊富な指導をご用意しております。今回の内容についてはいかがでしたか？もし何かお困りのことがあったらお気軽にご相談ください。詳しくはホームページをご覧ください。